こんにちは、ゆかネットアビーです。昨年末、弊社データマックス流通事業部では福岡を中心に沖縄を除く九州各県のスーパーマーケット、ディスカウント、ドラッグストアなど約80社の現状をまとめました。本日はそのスーパーレポートの中からスーパー業界の現状、今回は売上高ランキングの上位企業の今期の現状について流通事業部の湯野木がお伝えいたします。今回の調査において最新決算の売上高が1000億円を超えたのは80社中8社ありました。最も売上高が高かった企業は夢タウンなどを展開する株式会社泉でした。同社は連結決算で今期5000億円を超えました。同社は2010年に2店舗を新たに開業しており、出店が功を奏し増収に転じることに成功いたしました。1000億円を超えた企業は総合スーパー2社、食品スーパー3社、ディスカウントストア2社、ドラッグストア1社でした。泉は九州以外でも広く展開をしており、九州地区だけの売上高で見ると2003億円となり、売上高の順位は4位まで下がります。九州地区での売上高を見た際に上位4社の売上高は2000億円台でした。この4社は総合スーパー2社、ディスカウントストア1社、ドラッグストア1社でした。また弊社売上高総合ランキングに九州地区でのトップの売上高であったイオン九州株式会社は、消費者の買い控えが影響し2期連続の減収となりました。しかし販売管理費などの削減が功を奏し、大幅な増益を達成しています。同社は主に総合スーパーを展開していますが、都市計画法、大規模小売店舗立地法、中心市街地活性化法の総称まちづくり3法の改正で、郊外型ショッピングセンターの出店が難しくなっており、2期連続で総合スーパー形態での新規出店はありませんでした。この度発刊したスーパー業界特別レポートでは、約80社の会社概要、直近の財務分析や取引先、新店舗の状況など九州地区のスーパー業界の現状をまとめています。詳しく知りたい方はレポートをご確認ください。以上、流通事業部の湯野木がお伝えいたしました。